はようございます。お弁当できたよ。今日こんな感じ。今日はね、ハンバーグとベーシャブと、あとはね、焼きビーフでございます。まあ、今日はね、シンプルに3品ほどでございます。はい、金曜日あと3日でございます。でも夜入れたらあと 1,2,3,4,5 夜は5回あと弁当3回でございます。いやーもうきついねきつい、いやきついよ、なんていうの、一日ゆっくりどっかに行くってこともできないしね。なんかね、わー、早くやめたい。やばい、しまった。心の声が。ねえ、もうね、もうやめたい気持ちでいっぱいですね。もう、ねえ、二人目が、お腹が朝ごはんです。よろしく。お疲れ様です。朝ごはん、今日はねちょっと力入った、焼肉朝食、綺麗でしょこれ。今日は決まったね、朝から焼肉、しかもバーナーで炙ったやつ、決まったね。いやマジきつい、やっぱりこれマジきついね。俺肝臓悪いのかな、もしかして肝臓悪いのかな。肝臓悪いとなんかあれだよね、体力とかなんかやる気がなくなるっていうかね、なんか聞きますよね。もう肝臓悪いのかな。お酒やめようかな。ドーン、ハンバーグレット、ドーン、キランチョよ。いや寝てないのもあるね、今日ね。今日ね10時ぐらいに寝てね、12時半ぐらいに起きてちゃうわ。何時ぐらい寝たかな、8時9時ぐらいに寝て10時半に起きたのかな。今日2時間ぐらいしか寝てない。だからかな、辛いな。はい、上から見たらこんな感じ、近くで見たらこんな。はい、というわけでもう愚痴ばっかり愚痴ばっかり、ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。うわー